ヤード探訪第17回2024年3月第5週今回も現場の状況を見ていきましょう。まずはアルファードとベルファイアから見ていきましょう。元の生産体制に戻ってからはヤード内の台数が極端に少なくなるといったことはなくなりました。一時は2階部分がスカスカでしたが、このように車両で埋まっています。枠が多い反射では月に何台かは追加枠の案内があるとのこと。その場合すぐに契約していただける見込み客に優先して連絡しているそうです。生産停止の影響で納期が未定となっていた私のベルファイア、当初の予定通り4月の生産枠に入ったと連絡がありました。納期遅延は覚悟していましたが、結果的に影響は受けませんでした。他のお客様がオーダーされた車両も納期未定の状況から当初の納期に戻った例が多いそうです。皆さんの納期情報もぜひコメントで教えてくださいね。グレードと契約日も教えていただけると嬉しいです。希少なブロンズカラー、以前と比べると見かける機会は増えましたが、それでもまだまだ少ないです。年次改良でボディカラーは追加されるのでしょうか。どうなるのか楽しみですね。こちらはモデリスタ仕様のアルファード。ホイールもモデリスタだと見た目の印象がかなり変わりますね。モデリスタは後付けできない販売店が多いですが、納車済みの方向けの枠を案内している販売店もありました。希少なエグゼクティブラウンジ、枠は相当少ないです。エグゼクティブラウンジはもう1台ありました。どちらもアルファード。ベルファイアはさらに希少です。同じくミニバンのレクサス LM、 まもなく6人乗りの案内が始まるそうです。最近改良が入ったレクサス NX、 こちらは改良前の車両でしょうか。黒のクラウンセダン、ブラックパッケージ、モデリスタエアロ付きで、これはかっこいいです。同じくクラウンシリーズのクラウンスポーツ、黒のボディカラーが多めでした。こちらはランクル300、いつも通り白の ZX のみ。ランクル250のファーストエディションは抽選が濃厚。こちらはボクシー、改良が噂されていますがどうなるか。アルベルだと大きすぎると感じる人にはこのサイズ感はとても魅力的です。こちらはハリア、マイナーチェンジが待たれており、予想 CG も出始めていますね。個人的にはリアウィンカーの位置が変わるのか気になります。今回のヤード探訪は以上となります。また次回もお楽しみに。定期的に発信していますので、少しでも暇つぶしになれば嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。